ご紹介いただきました松田と申します。今日はこのシンポジウムのテーマが森と海を結ぶ干潟湿地再生を考えるということでございますので、これに関わるアゴワンでの取り組みを三重県水産研究所国務研究院との連名で紹介させていただきます。アゴワンはご承知のように志摩半島にありますが、非常に複雑なリアス式の海岸線を持って非常に閉鎖性が高い、それから伊勢志摩国立公園の中央部にもあります。真珠養殖が100年ぐらい歴史がありまして、観光地としても風光明媚なかなり有名なところでございます。しかしながらアゴワンは実際にはですね、海の中にはいろいろ問題があります。一つは真珠養殖などにも基づきますが、海底に多くの有機物が堆積しているところ、さらに牡蠣に貧酸水化が発生する、さらにウズベンボウ藻類による赤潮が発生する、ヘテロカプサルサーキュラスカーマが発生してアコヤガイが大量変異したこともございます。そういったこともありまして、真珠養殖の生産性が低下していること、それから低生生物が大量変異したり、こういったことが問題でございます。こういったことの主な原因としては、もちろん周辺からの生活排水の流入負荷の影響、あるいは真珠養殖が過密になりますと、その真珠の糞、アコヤガイの糞ですとか、あるいは養殖管理上付着生物を落としたのが海に、かなり入るとか、そういった海底の負荷の影響のものがありますが、今日お話しするのはこの干拓による干潟の減少の問題でございます。こういったことが重なりまして、自然浄化能を超えた汚染負荷が赤潮や貧酸水化が発生しているというふうに考えられております。真珠養殖生産量もピーク時に比べますと非常に減っているという状況でございます。ということでですね、2003年から5年間ほどこの JST と三重県が中心になりました、かなり大きな通称アゴワン再生プロジェクトという新しい里見の創生をテーマにしたプロジェクトが始まりました。このバックグラウンドにありますように、見たところアゴワンは非常に風光明媚で非常に綺麗なところでございます。このプロジェクトはかなり大きな産官学民に含めた連携プロジェクトでございまして、今日の共同研究者国分さんこちらですけれども、その他三重大学の前川先生とか加藤先生、あるいは民間の大成建設上野さん、真ん中のバシッと決めてるのは真珠養殖業者の原城さんですが、私はこの中で5年間この研究コーディネーターの役を務めさせていただきました。これかなり大きなプロジェクトでしたので、定期的に外部から査察が入りましてですね、ちゃんとうまくいってるかチェックがあるんですが、中間評価の際には当日まで審査員は分かんないんですが、ね、蓋を開けてみたら実は田中勝先生が審査員の一人でですね、その際にはこのプロジェクトはかなり将来の発展性があるので、大いに頑張ってほしいというの激励もいただきました。その後の経緯をごく一部ですが今日ご紹介できるのは大変ありがたく思っています。このプロジェクトで分かったことのですね、かなり重要なことの一つは、ここ国立公園の中でですね、風光明媚なんですが、よく調べてみるとかつてあった干潟が干拓などによりもう 70% ほどが失われていると、そういうことが分かりました。ここの小屋敷の細い家の奥が潮受け堤防というのを仕切られまして、いわばそのミニミリスケールの諫早湾のような構造が500以上あるということが分かりました。この干拓の歴史としてはですね、江戸時代後期から昭和頃には、いわゆるお米の増産のための開発を地元住民が行ったということで、この頃堤防は石積みの護岸が多いわけですが、次第に今度は伊勢湾台風の後などには沿岸から農地を守るいわゆるコンクリート護岸が建設されました。しかしその後お米の減反等もありまして、現在多くの部分が湿地ですとか荒れ地とか、そういった形急耕地化しているところが多くなっております。それで結局簡単に言いますと、その潮受け堤防ができて、ここのタイダルエクスカーションや水の流動性がなくなる、ここには陸から来たものが溜まって非常に海栄養的な還元的な環境を形成される、こちらには一方陸からのこの栄養供給がなされませんので、相対的にここの辺りが貧栄養になる、こちらには先ほどの貧酸素水化ができるという、
まあ、こういう構造になっているわけですけれども、これを全般的に比べてみますとですね、例えばこの転出の COD はこういうところで非常に多い、こういうところはむしろ少なくて、干拓されていないこういうところでは、まあ、あの割合きれいなわけですが、こちらでは非常に過度に多く、この辺が少ないということですね。それから生物量もこの干拓されていない自然の干潟に比べて、この中ではもう著しく、生物量、生物相当も貧弱になる、こういう状態になっておりました。それでできればこの過度にある、まあ、栄養物質を、まあ、こういうところでは減らす、あるいは生物を増やそうと、そういうのがこのローン再生プロジェクトで取り組まれました。で、基本的な考え方としては、横軸に今提出中の有機物量のものを取りまして、縦軸に生物多様性などを取りますと、この有機物があまり多すぎても少なすぎても生物の生息に適切でない、このレベルを適切に管理しますと、まあ、生物素が豊かになると、こういうことをこの中と外両方でやろうというのが基本的な考えでした。ですから、栄養が有機物が少ないところには少し、栄養リッチな浚渫土を加える、あるいはこちらの非常に過度に有機物があるようなところは海水交換を増やして適正化すると、そういうようなことでございます。実際にそういうことをやってみますと、提出のコントロールによりまして、まあ、これ非常に模式的ですけれども、お弁当層が豊富になることが分かりました。で、実際このグアンではですね、約まあ7000平方メータースケールの、まあ、この干潟の改善、それからアマモバ、コアマモバの、まあ、再生というようなことを行いました。その結果ですね、これがまあ干潟の改善前の、まあ、コントロールの状態ですが、まあ、非常に、生物の個体数、マクロベントス個体数少ないわけですが、それに提出をコントロールしますとかなり定説生物が増える、さらにそこにアマモバを加えますと個体数が著しく増えるということが、この実証的に分かりました。先ほどの庄司先生の方から、あの支点の砂浜と藻場で生物の種類や量が違うということがありましたが、これはまあいわば人為的にアマモバを再生すると非常に増えることでございます。ということで、今日お話しするのはですね、こういう自然の浜辺に対してたくさんの潮受け堤防ができて、ここの流動や、まあ、この陸と海とのつながりが断絶しているところに対してですね、この堤防をこの隔てての水の交換、海水導入ですね、これをやってみたらどうなるだろうかと、こういう実験でございます。しかし実際にはですね、いきなりこの水門を開けたり堤防を取り壊すということはさまざまな条件でですね、なかなかすぐにはできませんので、一番初めの予備実験は、ここにですね、外の自然の潮汐に合わせてポンプで海水を出し入れすると、こういえば予備実験を行いました。で、これはその実験池の、まあ、この写真で右半分ですが、こちらがポンプで水を交換する、それからこの写真に写っておりませんが、左半分は全くそのままにして海水の交換を行わないと、そういう実験を行ったわけであります。そうしますと、この上の図は有機物量ですけれども、この対象区、何もしない方は大体こう一定の値がありますけれども、海水交換を始めると次第に有機物が減ってきました。要するに酸素供給ですとか水の流動で有機物が分解されたり外へ出ていくという、それから生物量の方はこの青が、自然干潟の例ですけれども、事前調査の時はほとんどないものが、次第に3年後ぐらいには、まあかなり比較しうるぐらいに生物量が増えてきたということが予備的に明らかになりました。そこでですね、2010年からは、実海域レベルで、実際に石淵、阿護湾の石淵というところなんですけれども、まあ、こういった潮受け堤防があって、今こちら側が、外ですね、向こう側が中ですけれども、ここのこういったフラップゲートをですね、人為的に開けて海水導入を図ったら中がどう変わるかと、こういう、まあ、研究と事業と合わせたようなものですね。これは
JST と三重県の水産研究所中心になって進めました。これがその実際のご飯の場所ですけれども、このスケールが約2ヘクタールぐらいです。まあ、簡単に言いますと100メーターかける200メーターぐらい。こちらが外の海で、ここに塩受け堤防があります。ここに水門があると。これを開けたらどうなるか、そういうことですが、ここではこの池をまあ半分に仕切りまして、こちらをまあ研究用の調査実験区、こちらは研究だけではなくて、なるべく地元の人に理解を得たり参加してもらうためのまあイベント活動区と、こういうような形で事業が進みました。その結果、まず、海水流動の方ですけど、これは自然の外の潮汐変動ですね。中も少し水が入ったりしますのでありましたけれども、これがですね、水門を開けますと、水門は締め切りたいもの全部ではありませんので、完全に外と一緒になるわけではありませんが、かなり多くのこの調査が生じるようになったと。それで、海水交換が進んで、塩分もかなり上がったと、こういうことになりました。その際に、それではここの海水導入を図った部分の提出がどうなったかということですけれども、海水導入区ではですね、いわゆる、AVS 硫化物を AVS で示したのですが、硫化物量がこの点ではずっと減っていって、還元物質が減って、酸化されたというようなことですね。それから、もう一つは、下の方 COD で見ますと、やはりこの三定ステーションではですね、こういったふうに COD、 別に各国の海水流動を測ることによって、ステーションにもよりますが、この有機物、還元性の硫化物、あるいは有機物が減ってきたということが分かります。海水導入とともに、徐々に酸化的環境が醸成されて、それに伴い有機物も減少した。それで、では定性生物の方がどうなったかということですけれども、こちらの青が堤防の外、自然の方の干潟ですね。こちら再生干潟ですが、初めはほとんど非常に生物層が貧弱なわけですが、次第に1年半ぐらいでほぼ外に匹敵するぐらいに、種類数が増えてきたというようなこと。それから出入量におきましても、初めはほとんど非常に少ないわけですけれども、こういって増えてきた。要するに、一度海で亡くなった塩受け堤防の中の環境が、海水導入を図ることによって、環境が改善されて、さらに生物が量、それから種類数ともに増えてきたということが分かりました。さらにここではですね、先ほど、塩井先生の話の中でも、直接的価値という話がありましたが、このアオサの養殖、この辺りでアオサというのはややこしいんですが、青のりとも言いますが、いわゆるウルバのアオサではなくて、和名としてはヒトエグサなんですけれども、これ非常にこのアゴアの有名な産物ですが、この青のりも非常に質のいいものが取れたと。それから、アサリもですね、少し増えたり、あるいは放流して成長非常にいいということが分かりましたので、こういった経済的な生産性も将来期待できると思います。そういうことで、地域住民と、なるべく連携する必要がありますので、さまざまなイベントを行っています。これは塩気堤防のすぐ横のところですが、こういった現地にですね、こういう実験をしていますの看板も含めて、さまざまなアサリ養殖体験、あるいはアマモを植えたりアサリ放流事業、こういうことをやっております。しかしながらですね、なかなかこういった海水導入にはさまざまな伴う問題がございまして、非常に複雑な現行の沿岸管理制度、それからやはり防災機能の確保ということがプライオリティが高いですから、それをどういうふうに確保するか、それから実際にはそこの土地に、所有者所有権というような権利の関係が発生しておりますので、これをどうするかというようなことがあります。したがいまして、この水門、小さいスケールですけれども、水門を開けるというような実験、あるいは事業の場合には、干潟再生の技術的開発だけでは、非常に事業化は極めて困難ですので、さまざまな関係、行政部局、あるいは地元住民の理解、協力が極めて重要であります。
そういうようなことで、まあ、やはり園外との総合的管理というような考え方を推進していかないとなかなかうまくいかないということが分かります。そういうことで、まあ、ここの事例ではこのアローンの場合この農地海岸堤防というカテゴリーの中華堤防が多いわけですが、それをやはりこの干潟再生と共存する場合にはですね、やはり防災機能を備えてできれば海水道を利用して排水を図ると、まあ、そういったようなこの歩み寄りといいますか共存が課題かというふうに思います。一方この地元志摩市はですね、この里海創生に非常に熱心でありまして、市の公的な総合計画、いわゆる市議会をで議決を受けた総合計画の中に、先ほど申し上げました阿賀湾再生プロジェクトの成果を有効に活用して新しい里海の創生を進めるということをオフィシャルな政策として取り上げました。さらにその後期計画2006年から2015年の市の計画の中には、市長自ら旗を振りまして稼げる遊べる学べる新しい里海というのをテーマとした基本計画を決めました。さらに市としてもですね、こういった里見創生プロジェクトを2010年から開始いたしまして、さらに役所の中に2011年4月からはですね、まあ、里見推進室という、まあ、専従職員4名ですけれども、こういった部署も作りました。さらに先ほどの政策に基づきましてですね、今年3月にはですね、志摩市里見創生基本計画というこのオフィシャルな里海づくりの計画を策定いたしました。これはその作成の、まあ、議論しているところですが、まあ、私もメンバーに入れていただきましたけれども、まあ、いわゆる各分野の委員の方以外にですね、市民ですとかさまざまな方からアイデアやいろんな何て言いますかね、プランの提出をいただきまして、かなり盛り上がった議論の中でこういった計画ができました。そういうことで現在は、この志摩市里見創生推進協議会という、まあ、いろんなグループの人が話し合う機会、まあ、協議会が、動き始めました。で志摩市の場合にはこの市が取ってきた予算をどうにか使ってくれて、そういうような話ではなくてですね、このさまざまな関与者がそれぞれの、まあ、漁協ならびの方、観光業界なら環境業界、あるいは NPO、学生、自治会、さまざまなグループがそれぞれの立場に応じてこの里見創生の活動をしようという、それをまあ全体調整しながら市が中心になって進めていこうと、まあ、そういうような形で事業が今進みつつあります。それから先ほどの石淵という例を話しましたが、阿賀湾にはたくさんのミニミニサヘラ湾状態のものがあります。たくさんあるということは分かってましたが、国母さんらが熱心に調べまして、実際に514箇所を特定いたしました。それぞれの、まあ、製造ですとかいろんな権利義務関係とか調べたわけであります、まあ、こんなにあるわけですね。それで、最近ではですね、さらに先ほど紹介しました石淵の以外に2つの場所で水門を開けて海水を導入する、まあ、事業といいますか研究を進めました。一つは阿賀湾に非常に有名な、まあ、ネムの里という、まあ、リゾート施設があるんですが、ここに、まあ、ニューの池というのがあります。ここが潮気堤防で締め切られておりましたが、ここの水門を開け始めました。もう一つは近鉄のアクアビアラという、まあ、ここは有名な観光地ですので、こういった、まあ、保養ホテルといいますか施設がありますが、そこの大谷浦というところの水門を開け始めました。これがそのネムの里の部分ですけれども、たまたまここはですね、水門は締め切られて海水との交流は断たれておりましたが、もともとこのリゾート施設の園地の中ですのでですね、一緒のそのそれぞれの山から海まで続く、なんて言いますかね、標高が少しずつ違 う, こう棚田状の池がいくつかありまして、その園地内のまあ、施設になっていたといいますかね、いろんなここにはこういう生物が住んでますよとか看板なんかも立ってですね、ここに来た人がこう見て歩けるようになっておりました。ここの一番海側の締め切られた池に海水導入をしたということであります。これはですからこのネムの里、まあ、一種の企業なんですが、企業体とですね、三重県水産研究所が中心になって進めていると、ここがまあ志摩市の里見創生の一つのモデル地域であります。
もう一つはアクアビラの方ですが、これはあの環境省が国立公園の中ですので、志摩市に自然保管事務所という、まあ、レンジャーの、まあ、詰め所もあるわけですけれども、そういった環境省の事務所が予算を取ってきまして、このアクアビラという保養施設の中の、やはりこの池のですね、この水門を開放して海水を導入する事業を開始して、さらに三重県の水産研究所がそのモニタリングとかを担当しているという、こういうようなことが始まりまして、これも志摩市の里見のモデル地域になりつつあります。従いまして、現時点では初め紹介しました少しデータのある石淵というところ、それから根室の里アクアビラと3カ所で水門が開いて海水の導入が始まっているという状態でございます。こういった水門開放による干潟再生の課題としては、先ほども少し申し上げましたが、沿岸域の管理者との調整の問題が現実的には相当難しい問題としてあります。例えば、所有者、これもいろいろございます。個人所有地とか、初めの、 予備実験をやったポンプで水をかいたところは実は個人の所有地だったわけですが、さまざまな形があります。それから堤防の管理者、それからここの場合には国立公園の中ですので公園事務所、あるいは漁協など、そういったところの調整をどうするか、それから水門を開けるといってもですね、例えば津波や高潮時にどうするかという、まあ、そういった管理体制を十分に整備しておく必要があります。それから今度実際に、まあ、水門を開けますとですね、水位が上がってきますので、植物なんかに対する塩害ですとかですね、さまざまな影響が出ますので、海水がどこまで水量するか、その影響などを調べる必要もあります。こういった課題の着実な 解決によりましてですね、海水導入による、まあ、本日のテーマでもあります、まあ、森と海を結ぶ干潟湿地再生の可能性を全国的に高めることができるのではないかというふうに思います。はっきりしたデータはなかなかないようですが、全国的にこういったような状況のところが6万ヘクタールぐらいあるというふうに言われています。したがいまして、それをどのように利用するかということは、単に環境保全だけではなくてですね、先ほどの直接価値というのは生産に関わるような部分でも、さまざまな展開の仕方が可能性としては考えられます。最後に、これちょうど石淵のほとりなんですけれども、ここに集まっている、このイベントで集まっている人は人数悲しも多くありませんがですね、この中にかなりいろんなグループといいますか、多様な人たちが入っています。ですので、先ほど水門を開けたら、ここの新しく再生された干潟の生物多様性が増えたというお話をしましたが、この水門開放の事業によりましてですね、この集まる人の多様性も非常に増えてきたのかなと、まあ、そういう感じで、それから、アゴワンというのはちょっと横文字で書くと、このアゴベイとなりますので、まあ、西洋の人にはちょっとロング文がアゴワンもですね、昔の古臭いというイメージも持たれるみたいなんですが、実はこの人たちが今取り組んでいることは、もしかすると今日の上位テーマが未来創生ということですが、まあ、里海づくりで懐かしい未来を作っているかもしれないということで、一応このアゴベイはアゴベイではなくて、もしかするとフューチャーベイになるかもしれないということで、終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。